サンポル博、リニー博。フランス王国大元帥。サンポル大元帥の呼び名で知られる。サンポル博ピエール一世とその妻マルゲリータデル・バルツォの間の長男として生まれた。一族は百年戦争においてブルゴーニュ派に属し、イングランドとも密接な関係にあった。姉のジャケットはフランスにおける。 イングランド占領支配の代表者である摂政、ベットフォードコージョン・オブランカスターの5歳となっていた。子供のないおじのリニーク及びギーズハクジャンの後継者に指名されていたが、1441年にジャンが死ぬと、フランス王シャルル7世はジャンの所領を没収した。このため、サンポルはシャルル7世の陣営と和解して、おじの所領を回復した。しかし、 ギーズ伯領に関しては、メーヌハク・シャルル4世が正当な相続人だったため、サンポールは1444年に妹イザベルをメーヌハクに嫁がせた際、妹の持参金としてメーヌハクにギーズ伯領を譲渡した。サンポールはフランス王ルイ十11世とは親友の間柄だったが、1465年の公益同盟戦争には参加して王と争った。 同年10月に、コンフランの和訳が結ばれると、再び王と和解し、フランス大元帥に任命され、王妃、シャルロットの妹を5歳に迎えることを決めた。その後、ウルゴーニュ皇、シャルルル・テメレールらのフランス人諸公と一緒に、義理の老いのイングランド王エドワード4世を引き込んで、フランス王国の分割を起とした。しかし、エドワード4世が、カレー上陸後、 1475年8月末に、ルイ11世との間で、ピキニー条約を結んで和解すると、サンポルが陰謀に加担していたことが露見した。サンポルは内乱罪で告発され、同年12月に処刑された。サンポルは、謝辞制、翻訳者のジャンミエロを、お月司祭として雇っていた。1435年7月16日、マルル博及びソワソン博、 ロベールの後取り娘ジャンル・ド・マルルと結婚し、間に7人の子女を設けた。1466年、サボイアコールドビーコの、娘マリー・ド・サボアと再婚した。ジェイミシュレ、フランス史、中世、シックス論奏者、2017年、P95、ありがとうございます。